アジサイは切るところが悪いと来年お花が咲かなかったりするので、必ず葉っぱの上で切る。はい、ここね。皆さんこんにちは、グリーンギャラリーガーデンズのホットです。カメラマンの松村です。今日はアジサイの管理方法についてやっていきたいと思います。この動画ではアジサイをもっと楽しみたい方、アジサイを来年もっと咲かせたい方、植物が好きな方に向けての動画です。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。まあ、このね、まあ、梅雨時期になってくると日本のね、梅雨を象徴するお花ではあるんですけれども、特にね、最近たくさんの種類が増えてきて、はい、でお花がね、大きくて似て花持ちがすごくいいので、初夏の、ね、ギフトの花としても人気が高いですし、はい、お庭でもすごく丈夫に育つので花木としても人気のあるアジサイなんですけれども、はい、ただ育て方に少しだけポイントがあるんですね。何かというと、アジサイの剪定の仕方になってきます。アジサイは切るところが悪いと来年お花が咲かなかったりするので、あと植え替えですね。やっぱりアジサイって結構お水好きな植物なので、植え替えてあげて鉢を大きくしてあげることによって管理もしやすくなりますし、あと来年もっとたくさんお花が咲くようになるので、今日は花の剪定と植え替えを行っていきたいと思います。はい、まずね、アジサイってこれがお花だと思うじゃないですか。え、これお花じゃないんですか。実はね、これね、花じゃなくて萼なんですね。花びらっていう風に思ってる部分ですか。そう、我々は花はね、実はこの真ん中のね、ここの部分で、これまだつぼみの状態なんだよね。あ、それすらつぼみなんですか。じゃん、これズームにしてみると、これがお花が開いた状態。あ、え、ちっちゃ。これが花びら。え、アジサイの本当にね。クリスマスローズとかって一緒だよね。あ、そうなんですね。うん、ペチュニアで言うとどこの部分が萼になるんですか。ペチュニアで言うとね、これだね。あ、え、その部分なんですか。そう。だから花持ちがいいっていうか、花自体はね、結構ね、そんなに長く咲いてないんだけど、まあね、萼持ちがいい、萼持ちがいいっていうか、まあなんかね、そんな感じなんだよね。アジサイなんですけれども、はい、こうもらった後に来年しっかり咲かせたいなっていう時に、じゃあどこで切るのかっていうところがすごく大事になってきていて、見てもらうと、こうここに緑色の茎があるじゃないですか。はい、これが今年伸びた枝なんだよね。今年伸びた枝。そう。で、この下の茶色い部分、はい、っていうのが、これは去年の枝。植物はまあ何でも、口のところに大体葉っぱがついてて、葉っぱの上の部分。あ、なんかちっちゃいのが。そう。これが来年花を咲かせるための芽になってくるわけ。こんなちっちゃいのが。そう。この緑色の茎の部分、はい、まあ上から2番目か3番目。この辺で切ってあげるっていうのがポイント。だいたいアジサイの剪定は冬、葉っぱが落ちてからだと遅いんでね。なるほど。そう、9月上旬の花芽ができる頃までには必ず剪定は終わらせるようにしましょう。なるほど。まだね、アジサイ若いんだけれども、今日この動画を見てくださってる人のために切っていきたいと思います。なんかだいぶ恩着せがましい感じ。いや、だってまだね、若いの。まずね、こう上から2節目、はい、ここかな、必ず葉っぱの上で切る。はい、ここね、そこでチョキンチョキン。おー。で、来年、はい、あ、もうちょっと高いところで咲かせたいとか、はい、背高くしたいなっていう人は、まあこの辺で切るといいよね。ああ、2節目ね。そう、なるほど。まあ、あんまり大きくしたくないわっていう方は、3つ目の、この節で切ってあげると、いいですね。あ、なるほど。そう、今、秋色アジサイっていうのが流行ってる、ね。秋色アジサイ。なんで、これのアジサイを状態よく取っとくと、はい、こう色がどん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 渋いアンティークカラーに変わってくるんですよ。へー。で、その状態を秋色アジサイって、言うんだよね。秋色アジサイはすごく可愛いんだけど、ただ水切れさせちゃったりとか、はい、あと強い日差しに当ててしまったりとかすると、まあ、花がシワシワになっちゃったりとか傷んじゃうんで、西日を避けてもらって、で水切れを起こさないっていうのがポイント。なるほど。アジサイの場合ね、はい、切ったお花もったいないじゃないですか。そうですね、めちゃめちゃ綺麗です ね。これね、ドライフラワーになるんですよ。あ、なるほど。そうなんですけど、アジサイの場合コツがあって、はい、
この状態でドライフラワーって下げるじゃないですか。はい、逆さま。こうするとシワシワになって、せっかくのこのボリュームのある花がこう縮んじゃうんですね。ああ、なるほど、すぼまっちゃう。そう、高さみたいな。なのでアジサイの場合は逆さに下げないっていうのがポイントですね。でどうするのかって言ったら、アジサイはこの状態のまま水につけておいて、はい、そのままじっくり時間が経つにつれて乾いて花弁が硬くなってくるんですね、はい、でそれで硬くなって時間をかけて徐々に徐々に乾かしていくっていうのがアジサイのドライフラワーのやり方のポイントなんで、これ急に下げても綺麗な状態にならないんで、なるほど、この後当分切り花として楽しみます。でその時に大事なのがアジサイ切った時の切り口がすごく大事で、はい、これをまず斜めに切るんだよね。斜めに、そう、切った後、はい、この中に白い綿みたいなのがある。でこれはかき出してあげる。かき出す、そう、なるほど、こんな感じ、白い綿でお水につけてあげる。へえ、そうすると水揚げが良くなるん で、 でこれで切り花で飾ってあげると長持ちします。でそれで長持ちさせてあげると徐々に徐々にお花がこの状態で秋色アジサイになってくるので、それで乾かすと綺麗なドライフラワーになるので、なのでアジサイはそうですね、この後はしっかり水揚げをして花瓶で楽しんであげるのがいいですね。切り花として、はい、一石二鳥ですね。一石二鳥ですね。最近アナベルって言ってアメリカアジサイがあると思うんですよ、はい、でアナベルすごく人気で、これですね、ギフトとか、あとはね、お家とかでも育てられている方いると思うんですけども、アナベルとこのアジサイって性質が全然違うんですね。同じアジサイとはいえ、そうなので、アナベルを例えば上から2段目切ると、はい、ここからこう伸びてさらに背が高くなってきちゃうんですね。そうですね。そう、そうするとアナベル頭がすごい大きくなるんで、雨とかで濡れて、はい、こう倒れてしまうっていうことがあるので、アナベルの場合こう見ていただくと、こう土の下からこう茎が上がって、はい、でいて花が、花芽がもうついてるの分かります？本当だ。なのでこう根元で揃えて冬場切ってしまって問題がないので、はい、何段目とかではなく、アナベルの場合は下からもう全部バサッと切ってしまって OK です。なるほど。次にね、アジサイの植え替えを行っていきたいと思います。いきます。はい、こんな感じですね。今回ね、5号の鉢なんで15センチの鉢から、こちらですね、7号の鉢に植え替えを行っていきたいと思います。水はけを良くするために鉢底でしょう。あ、これは鉢底ネット引かなくても大丈夫ですか？あ、そうだね、基本的には下の穴がこう大きくなければ鉢底ネットいらないですね。なるほど。で、あと土で植え替えていくんですけれども、アジサイって赤色と青色があるじゃないですか。はい。でそれが土の pH の違いとされてて、で青は酸性の土壌、はい、で赤はアルカリ性の土壌で咲くと言われているんですね。今回の構想はどうなるんですか？ピンクだからこれはアルカリ性の土が良いんですけれども、なるほど、こういうなんですよね、これはうちのガーデンのオリジナルバイオードなんですけれども、はい、花とか野菜の土みたいなので、まあアジサイ用の土があればアジサイ用の、ね、土使っていただければ大丈夫なんですけれども、こういうのはアルカリ性ではないんですけど、 pH は酸性ではないので、どっちかっていうと多分赤っぽく咲くと思うんですよ。ああ、なるほど。そう、まんま使うと、まんま使うと、なので pH を調整しなくてもこの色で咲いてくれると思うので調整はしないんですけれども、例えば青くしたいなっていう時は、はい、ピートモスっていうものがあって、これを使ってあげることによって土を酸性に少し傾けることができるんですね。あとはこういう鹿沼土もどっちかというと酸性なので、鹿沼土とピートモス2種類どっちか、まあ、そうですね、まあ、水はけ良くしてあげるので、まあ、鹿沼土も混ぜた方がいいなら鹿沼土とピートモスを足してどっちも、はい、あげるといいかなと思います。へえ。アジサイってそんなにたくさん肥料はいらないんですけれども、はい、ピンク系だったりとか赤系のアジサイ
は割とねお花を咲かせるためのリン酸が多い肥料を混ぜてあげると赤っぽくお花が咲くので、皆さん、まあ、ご存知のこれでいいですかね、あの寄せ植えでおなじみマグアンプを混ぜてあげると、まあ、あの赤っぽく咲きやすくなるので、マグアンプ混ぜて植えていきたいと思います。はい、鉢のやっぱりリッター数多くするとその分ね根っこがね回る場所がね広がるので、はい、お水やりの回数も少なくできるし、やっぱりね結構ね乾くとね傷んじゃったり、あの芽がダメになっちゃったりとかするので、来年の花芽が、はい、なのでやっぱ西日に当てないっていうのと、あとは鉢増しなるべく早めに鉢増ししてもらって水切れさせないっていうのがお花を長く楽しむポイントになりますね。以上になります。これで来年しっかりお花が咲く状態になってますので、皆さんね、アジサイをまずね、あの入手して、あのある程度ねお花楽しんだ後はしっかりお花剪定して鉢を大きくしてあげてください。そうすると来年お花いっぱい咲くと思いますので、ぜひこちらの動画を参考にしていただければと思います。はい、ではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。